というわけで、本日はですね、趣向を変えまして、ミッションリーグ、ミッションモードということで、手で、プレイをさせるモードいきます。ダメだ。ダメだ。Z キーを今押しております。ダメだ。方向キーとの方向の組み合わせ、技が変化するとなってますね。ダメだ。ダメだ。ダメだ。これでも早いのか。ダメだ。ダメだ。ダメだ。なかなか難しい。ダメだ。実はもう一回やってるんですけど、本当はダメだ。これでも早いか。ダメだ。ダメだ。捨ててるのかな。お、パンチの打ち合いです。ダメだ。ダメだ。ダメだ。これでも早い。ダメだ。来ましたね。こんな感じで、タイミングが重要になります。小技を使いたいと思います。
技か大技。これですね、一回やったんですけど、中技のみ使うといいの、良かったかと思いますね。こんな感じで、足4の字ですね。ダメだ、ダメだ、ダメだ、遊んでますね。ダメだ、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 ダメだ。F がフォールの F が抑え込みですね。ダメだ、ダメだ、さあ、今度は、相手をロックに触れと言ってます。走りボタン。走りボタンって R かな？ダメだ！ダメだ！遅いのか。ダメだ。OK。ダメだ。
進化とかもできるんですよ。ラリアットを決めました。ダメだ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 。タイミングが難しい。ダメだ。どうも走った後タイミングが合わさらない。ダメだ。敵が倒せないみたいですね。ダメだダメだ。これタイミングが合ってないってことなんでしょうか。です。カウンターの練習。ロープに触れ、走って攻撃をタイミングよく攻撃ボタンを押せ。ダメだ。で、今回はロープ、自分はロープに飛ばないということですね。さっきの一回出した技ですね。ダメだダメだダメだ。ショルダースルー。ダメだダメだ。投げられてばっかりですね。そうですね、まあこんな感じで。ミッションを次々クリアしていくと、ロープが解除されてできることが増えていくという、
ことになります。ではこれでこの動画は終了です。ゲーム動画でいこうでした。